場一平ちゃん。え、一平ちゃん前の子がアップしてんじゃん。やばいよやばいよやばいの俺だけ。うまそう。俺は一口目は絶対混ぜないのよ。だってからしマヨ感じたいっしょ。ツーンとくるんだろ、くるんだろ。おお、うんま。焼きそばにはこのからしマヨがないと。新からしマヨでこってりうまい。明星一平ちゃん。混ぜてもうまいのよ。出演者の中野太賀さんです。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい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 、うん、あー、いいですね。はい、もうちょい顔に面若干近づけたいです。はい、ありがとうございます。はい、それぐらい、うん、目開いてますね。目めちゃめちゃ開いてます。はいめちゃめちゃいいです。はいはい、うん、あー、いいですね。はい、はいはい、いいっすね。笑顔バージョン。はい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 、いい。あ、はい面白いけど。はい、いきます。よーい、スタート。え、一平ちゃん真夜中アップしてんじゃん。俺は一口目を絶対混ぜないのよ。だってからしマヨ感じたいっしょ。うん、ツーンとくるんだろ、くるんだろ。くー、ありがとう、ありがとうです。混ぜてもうまいのよ。よースタート。焼きそばにはこのからしマヨがないと。ありがとうございます。はい、補助金。はい、以上をもちまして中野太賀さん撮影終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、とにかくうまかったですね。一平ちゃんが、一平ちゃんをめちゃめちゃたくさん食べれてすごく楽しかったです。でなんかセットも一人暮らしのその男性の設定の、セットだったんで、なんか自分としても居心地が良くて、実際家でなんかこう食べてる時の感じがすごく想像しやすかったというか、なんか既視感あるというか、あ、この状況よくあるなっていう感じでそのまま自然体でやれました。そうですね、めちゃめちゃ嬉しかったです。っていうのも自分が中学生の時かな、まあ、もう一平ちゃんばっかり食べてた時期あって、なんかその時の自分になんか言ってやりたいような、お前ついに一平ちゃんの CM やる日が来るぞっていう、それがちょっと感慨深かったですね。まさか自分が参加できると思ってなかったんで、ちょっと感動しました。部活の後とかはよく食べ出ましたね、めちゃめちゃ。今でも深夜に腹減った時に食べることあります。はい、そうっすね。まあでもやっぱ新しいからしマヨを食べて恍惚としている私の表情に注目してほしいですね。何度食べてもすごい美味しかったんで、なんかこう変になんか演じる必要もないというか、もうそのままのリアクションで撮影に臨めたので、ちょっとそこをちょっとぜひ楽しんでもらえたらいいなと思います。からしマヨの匂いを感じてツーンってする、あの時にこうグッとこうからしマヨの香りが鼻から抜けた時の、なんかこう食べたことがある人ならわかると思うんですけど、あの感じがすごいこうナチュラルに出て、あ、これこれみたいな、なんかそれが今回すごく、なんだろう、美味しさが伝わればいいなって思いました。僕は、そうですね、まずそのまま食べて、で、食べて食べて食べて
3分の1ぐらい残して、そっから からしマヨをドバッてかけて、からしマヨの濃度がめちゃめちゃ高い状態で食べます。それが僕は好きです。濃いやつを食べます。なんで今回かなりコクがアップしているということなので、超特濃な食べ方ができるんじゃないかなと。楽しみです。